ー先輩です。ノクワン。ジーコだよ、ノクタン。ノクワン。くんくん。りっちゃん。ワンちゃんになったね。りっちゃんのカチューシャはその伏線だったのですか。そうなの。あ、そうそう。この緑の線が気になってたのですが、どうやらオンオフを設定できるみたい。そうだったのね。使いたくないスキルがあればオフにするのもありですね。まあ基本は便利だろうけどね。例えばこれとか外すともう2段ジャンプできないわけです。あ、そもそも犬だとできないんだった。検証にならない。まあでもそういうこと。うん、まあわかったよ。さて、ボスのフォックスを倒してブルマで回復したところです。ホットパンツじゃないの。まあ今日マイクロミニだったけど。食べられるくらいでしたからね。あれはタモミが特殊なだけだから。さて、普段はやはり人型の方が戦いやすいですね。移動は犬の方が早いんだけど。まあこうやればそんなに変わらないかな。あ、ここに出るんだ。序盤で上に行けないなーってやってたところですね。ぐるーっと大きく回ってきたわけですか。今更ですけど、このボスってロボなの？本当に今更だね。どういう人なんだろう。地下道か。つまりそこのことかな。そういえばここにも通路があったね。じゃあセーブしてきて突入しましょう。欲がいいね。アスレチック面か。え、合ってる。宝箱。なんか盛大に取り逃している気もしますが、まあいいや、戻れないし。激安だね。そうか、ダメージ上等のステージだからかな。ありがたい。どこに進めばいいのかわからない。戻るの。なんで降りたの。下を押しちゃった。これを逃すといけない気がするので回復はやめておこう。いい判断かも。なに？悪い判断だった。なんだよ。もうじゃあ無理やりにでも行ってやる。この上か。さっきのリフトがここを通ったのかしら。なるほどね、それに間に合えばよかったんだ。まあ一回のダメージで抜けられるのなら問題なし。多分これで合ってるのよね。え、どうやって抜けるのこれ。あ、そうか。二マスあるから人型でいけるんじゃないか。むしろこっちの方が食らってるっていうね。途端に難しいな。ついに魔法少女ですか。え、手裏剣。ファンタジー感は意外にも薄かったな。魔法というより自力だったね。おっと、見たことあるな。だいぶ遠くまで来たんだね。真ん中を縦断した感じか。すぐ近くにセーブとワープがないのがまたいやらしい。っていうかむしろ次のエリアが近いのでは。
途中で引き返した場所があるね。セーブできないのが怖いけど、すぐあるかもしれないし、このまま行ってみるか。さすがに戻るか。ちょっとだけ回復できるしね。そうだ、ここか。戻ったんじゃなくて行けなかったんだ。あ、閉じ込められるな。マジで。セーブもしてないのに。やるしかない。まあ結果回復したからいいね。あ、わざわざそれを。勇気。どういうことだろう。一気に駆け抜ければいいんじゃない。うわぁ、そういうことか。こんな効果があったの。お金を取るなら一瞬止まらないとだな。で、あちょ。突進が間に合わないじゃない。しまったなぁ。お金は気にせず行くしかないのか。まあほとんどは取れてるしね。っていうかここ、レベルアップとお金稼ぎの絶好のポイントでは、間違いないね。素晴らしい。ここを何往復もするだけでいいなんて。そういうことになるよね。またいずれ考えてみよう。この近くにセーブがあるのが前提だけど。あった。よしよし、あまり楽するのもあれだから悩むところだけど、これはいい場所を見つけました。妹さん、激ヤバですか。このシステムがあるから便利。もうどこのセーブでも買えるんだもんね。欲しいものが多すぎて全部に手が回らないな。その上新しい激ヤバアイテムだもんね。二刀流だー。え、それすごい。ほほう。いやはや、確かに激ヤバですな。値段も激ヤバ。またいずれ頑張ろう。よし、じゃあ今回は短めですがここまでにしますか。移動で終わったね。ワンちゃんを十分に楽しめました。実は結構な距離移動してたしね。ここからまた新エリアです。今度はどんなボスが待ってるでしょうか。もはやそれが楽しみなのよね。ぜひ次回もお楽しみに。ノクターン、また見てくれたら嬉しいな。ノクターン。